はい、そういうわけで、えっ、ー、と、まあ、1本目の第三次に、えー、くじけることなく、えー、2本目すかさず、えー、撮取っております、えー。今日もすいません、えー。そんなわけで今日はですね、えー、サッカーですよね、ワールドカップが、えー、もうなんか1週間弱みたいな話を聞いたんですけれども、えー、ちょっと思った以上に早すぎるなという、あと2、3週間ぐらいあるんじゃないかと思ってたんですけれども、 えー、そんなに時間ないみたいで、えー、そんな時間ない中、まあ、日本戦いつなんですかね初戦いつかは知らないですけれども、えーまあ、そんな中あのとても残念なあ心配なニュースがまず三笘選手ですよ三笘選手が、えー、っとこれこれ今日は11月10多分13日ぐらいの月曜日に撮ってるんですけれども。 えとその前の日の試合に体調不良で、えー、ベンチ外だったということで、えー、ちょっとざわついてたんですけどもえっ、ーと,まあ、とかじゃなくて、えー、どうも発熱しているらしいということなんですよね。で、えー、とこれコロナとかだったらどうなんだっていうところでえっ、ー、と。<laughs> これは三笘選手がもし間に合わないとかそんなことになると、まあ、ちょっと大事なので、えー、っとちょっとこれは大きなニュースだと思いますね。でとりあえず、えーっとまあ、代表、まあ、怪我人だらけなんですけれども遠藤選手が、えー、っと脳震あのー、なんだっけ あれですよえー、まあ危ぶまれていたんですけれども、えー、こちらはなんか重度の脳震盪ではなくて軽度の脳震盪だったようで、えーとまああのー、試合には間に合うだろうというようなことでしたでえっ、ー、と田中碧選手もまだあのー、まあ合宿所にはまあ あの合流してるんですけれども、練習には参加できていないというような状態だそうです。で、板倉選手はもう間に合うということでした。で、えっ、ー、と、あと誰でしたっけえっ、ー、とね、板倉選手、えっ、ー、と、もう一人ぐらい誰かなんかいましたような気が。板倉、えっ、ー、と、 まあまあ前もの動画でも多分言いましたけどまあ久保君は間に合った森田君も間に合ったえ田中碧とあと浅野選手がやっぱり間に合わないんじゃないかっていう情報が続いているので浅野選手がちょっと微妙ですねえこれでもギリギリどうなんでしょうかねあの登録メンバーの変更とかっていうのは。 えー、いつが締め切りなのかわからないんですけれども、まあ、ちょっと今のままだと、ちょっと厳しいのかもしれないですよね、ただでさえフォワードの人数が少ないのに、えー、浅野選手、微妙な状態ってなると,、えー、っと、もうフォワード実質2人、あそっかでも町野選手、前だから。えー まあでもど何にしてもとにかく数が少ないという状態には変わらない中、浅戸選手も三角みたいな感じになると、えー、ちょっと微妙ですよね、なんか。うんまあでも、一応、あ,のー、あれですよね、えー、予選、予選突破、えー、一応期待してみたいと思います。えーとー まああの悲観的なことを言うのはあの言うこともできるんでしょうけれども、えーまあ、せっかくね見て楽しむんだったら、えー、と一応ね、あのー、勝つんだと思って、えーまあ、がっかりするにしても喜ぶにしても、まあ、そういうあの勝つことを期待しながら楽しみたいなとは思ってますね。 えー、まあ悲観的なねこと言った方が、まあ、ちょっと斜に構えて通っぽくね、えー、振る舞うこともできるんですけれども、えー、まあまりあねそれはそれでもうおっさんなんで別にあんまりね、えー、あ,のあまりそういったねあ形ではなくあの単純に応援して、えー、期待して見ていきたいなとは思ってますけどね、えー、ただちょっと本当にスタメン がどんな,感じになるのか、ね、見たいですけどね、えー、ただまあ、1試合、2試合ぐらい確か直前で練習試合組まれていると思うんですけども、まあ、でもその段階でもちょっと怪我人とかね、いろいろあって。 えー、どんな感じになるのか、練習試合でもベストメンバー組めるのかどうかもちょっとよく分かんないなという感じもしますよね。えー、ただ、まああの、三笘選手が出れるか出れないかあの非常に大きいとは思うので、えーまあ、ちょっと明日以降もあの情報を見ていきたいとは思ってます。まあ、とりあえず、えー、2本目、こんなところでしょうか。えー、すまません <laughs> あと、えー、さらにもう一本、えー、撮ってみたいと思ってます。どうもすいませんでした。さようなら。